ってついてますね。今までで一番大きいんですね。はい、はい、このあのいつ上がるかなって待ってる瞬間が。そうですね。あ、上がりましたね。はい。一斉に10発ぐらい。はい。岩崎って言ってね、先がこう割れる花火ですね。一つの星から二つにこう割れてますね。先とかね。はい。はい。そう言われればそうですね。ただこうなんだろう、おとなしそうな花火だけど、あの実際の花火とちっちゃいのがわーっとなってますよね。そのイメージなんですよね。そうですね。はい。ワビっていうことですからね、多分これが最流派なんですね、その江戸時代の、ね、はい、あ、これですね、この色、はい、ちょっと暗いですね。これね、ここが暗いんですよ。実はね、ここで見るとやっぱり周りの色が暗くなって花火が見えないんですよ。これね、そうです、そうです。これね、このね、江戸時代のワビはね、今、国内で見ちゃってるんですけど、この、観光してます花火屋さんも、このワビが一番暗くて、江戸時代に一番近いですね。いや、本当にあの、透明な色ですよね。そうですね。何とも違う。違いますね。いわゆるね、炭の色なんです。炭を燃やした色なんですね。小石と炭で、その炭の割合が多いと、こういう暗い色になるんですね。はい、そうですね、はい、はい、しました。はい、赤くなりました、ね、この点滅はね、普
作ってすぐ揚げないと手抜きなんです。時間が経つと反応をこうして手抜きしなくなっちゃう。だからいわゆる生物、もう早く作ってすぐに揚げる。鮮度手間大事。そうです。
超えてる人もいるけど、抜けないっていうか、もう2時間も終わりですよ。Thank you.